前線の影響で各地でですね、短時間に激しい雨が降りました。まずは静岡です。雨雲の流れが東海地方から関東地方へと降りました。静岡もですね、静岡空港では1時間の雨量が44ミリと、激しく降りました。そして、関東地方でも千葉の香取では1時間の雨量が42ミリ、これは7月の観測史上最大の値なんですね。1時間の雨量としては1月最大の雨が降ったということになります。現在の雨雲から今後の動き見てみましょう。この時間関東では